ゲレーロ兄弟を見つけて、ボストンリードについて知っていることをすべて話させて。ドローン飛行中。サブマシンガーを持ったターゲットがいる。カルロスを見つけた。あいつか。あれならうちの娘でも余裕で勝てそうだな。不意をつこう。兄弟の元に案内してくれるまで待てばいい。安心しろ、まだ大丈夫だ。訳が違うんだぞ。泣き叫んで母親が起きてきたらどうするんだ。そんなの簡単だ。母親を始末すりゃいい。俺たちは埋葬屋だぞ。それらしくしろよ。本当か？本当に負担を？間違いないんだろうな。間違いない。この目で見たからな。無理二つってやつだ。それにいい具合に育ってる。本当だ。さらって静かな場所に連れて行って、リードから指示があるまでゆっくり楽しむんだ。楽しんだ後、他の連中と一緒に国境の向こうへ送ればいい。どうだ、完璧な計画だろ。よし、行くぞ。あれがヘルナンドか。多分な。あんな奴らが埋葬屋？住民はあんなのを恐れてるのか？どうする？ヘルナンドを捕まえてリードの居場所を吐かせる。カルロスはどうでもいい。もはや障害でしかない。欲しいのはヘルナンドだ。コピー。了解。ターゲットを捕捉。ターゲットを構成する。悪党が一人元気を起こらせたみたいだ。サンタブランカの表彰メダルだ。シカリオが悲しみだ。協力やめてくれ。クソ、隠れろ。ポリスバーレン、ヤフウェイ、ヤフウェイ。ヤツらの幹部が慌てて逃げてくぞ。ファンランドに援護してくれるよう頼む。仕留めた。
ドンと待たせてくれたな。オリバレン、ヤフエ、ヤフエ。お前リードはどこだ。誰だ、何の話か分かんねえ。よく聞けヘルナンド、リードの居場所を開かないつもりならスエーニョに人身売買の全ての情報を流すぞ。リードの居場所なんて知るか。奴は荷物を届ける時と緊急事態でもない限り出てこない。今こそ緊急事態じゃないのか。どうなんだ。特殊なコードがある。それを飛行場でノートパソコンに入力する。合図を確認したらリードが出てくるってはずだ。コードと飛行場の場所を教えるんだ。ボーマン、ゲレーロ兄弟を捕まえた。手こずった。どうだと思う。何か分かった。近くの飛行場にリードを呼ぶコードを手に入れた。奴が来るのを待ち伏せする。素晴らしいわね。頼んだわよ。